湖西市の土地をこう活用するってところでキャンプ場ができるという話がありまして、じゃあその中で何かお店をやらないかというお誘いがありまして、で、まあ、マッサージと、まあ、天然石をずっと扱ってたもんですから浜名湖のところでやることにしました。キャンプ場のオーナーさんがこういうものがあるよっていうのを教えてくださって、じゃあちょっと見に行こうってところから始まりまして、ルクロヤさんまず見に行ったんですけど、大きさ的にも使えるかなと思ったもんですから決めさせてもらいました。そうですね、やっぱり目の前で本物を見て、うん、すごいまず可愛いって思って、で中を見るとなんか本当に家みたい、今店舗みたい、こんなにうまく作れるんだってところでしたね。感動かな最初は全く分かってなかったんですけど、だんだんこう知っていくうちに、あ、これもやっぱり簡単でいいなっていうところで、はい、それも、はい、決めたポイントではあります。でトレーラーハウスっていうのが、まあ、揺れるっていうのを聞いてまして、中で子どもたちが走るととか大人が何人かで歩くととかところだったんですけど、全く感じないです揺れで。だからマッサージっていうのもお客さん寝てます、自分たちがこう動くんですけど特に何も感じないので大丈夫です。まず内装なんですけど、でもう他の壁紙に実は決めていたんですけど、最後の最後で出てきたんですよね、新しくこれに変えてほしいっていう、もう本当に間に合うか間に合わないかで赤い花にさせてもらったのと、あの奥の施設部屋の仕切りをカーテンにしてるんですけど、壁にすると後でレイアウトがちょっとまた難しくなるかなっていうところで、はい、ちょっと簡単に作るっていうところと、外装は最初からもうティファニーブルーいいなと思ってたんですけど、であえて黒にしてみようと思ってかなり気に入ってます。やはり最初に考えてた通り価格ですね、本当にこう建築物を建てるっていうよりはお手頃だったもんですから、であとお客さんの反響として、まあ、珍しいのか入ってくれる、うん、そうすると可愛いってまあなるんですよ。で女性特にその可愛いって言葉が嬉しいもんですから、可愛い建物ということでありがたいです。であとは自分でいろいろアレンジができる、なので本当に好きな壁紙床材、はい、選べるのでどうにでもアレンジできるというところと、もうちょっと考えればよかったなと思うのがやっぱり窓の数でちょっと1個もう1個あったらよかったなというところなんで、実用性のところで少し考えた方がいいかなとは思います。はい、すいません